も皆さんワンピース第1117は見ましたでしょうか。第1117を一言で言うとすればもでしょうか。衝撃の展開で X のトレンドにもワンピースを登るとえぐい展開でした。ということで今回はワンピース最新1117について徹底考察したいと思います。なおワンピース第1117までのネタバレを含みますのでご注意ください。まだ見てない方は必ず動画をここで閉じるようよろしくお願いします。それではどうぞ。今回第1117の考察なんですが、ソードはワンピースが何か気づいた。ゾロとナスジロ星のファーストコンタクト。ルフィたち脱出間近。D の一族の正体と物意味。それでは考察をお楽しみください。ここしばらくの間ベガパンクの発表を聞いて、今までワンピースに登場してきた様々なキャラクターたちが思い思いの反応を見せていますが、今回はかなり重要。なぜならガープの犠牲により蜂の巣から脱出に成功したコビーたちソードの現状が分かったからです。海軍 GS 総合病院で治療を受けていたコビーたちもベガパンクの配信を聞いていて、これつまりよワンピースってよ、ヘルメッポはどうやらワンピースについて何かしら悟ったよす。海軍の中枢にもいないヘルメッポでも予想できる内容ということは、ヘルメッポの推理はおそらくワンピースが九百の百年やジョイボーイ関連のもの、こういう感じかと思います。そして主要メンバー3人の会話、これ大変な結論になりませんか王子。なるよな、あっちゃならねえ答えが出そうだ、あたしらの出番じゃないか。こっちはヘルメッポより深い会話をしているように感じますよね。大変な結論というのはすなわち世界にとって、そして政府側にとっての大変であることが予想されますし、あっちゃならねえとはつまり不都合なこと。作中で似たような発言がありましたよね。世界の秘密を研究する者、失われた種族の血を引く者、古き神を呼び起こしてしまったもの、この島は不都合に満ちている。第1104話、サタン星は空白の100年を研究するベガパンク、バッカニア族の血を引くバーソルミュクマ、古き神ニカを呼び起こしてしまったルフィを不都合、つまりあってはならない存在とみなしています。つまりここからプリンスグルスのあっちゃならねえというのは、自分たちすなわち政府側にとって不都合な答えが待ち構えていることを意味します。おそらくそれは白ひげの言っていた世界がひっくり返ることにもつながってくる。あの宝を誰かが見つけた時、世界はひっくり変えるのさ。第576話、白毛はワンピースを見つけた時世界がひっくり返ると言ってますが、ヘルメッポの予想やコービー、プリンスグルス、クジャクの話を総合すると、ワンピースが見つかった瞬間政府が支配している世の中がひっくり返るんです。つまりクジャクが言っているあたしらの出番というのは、世界がひっくり返った後の海軍や政府にメスを入れることこそがマリン行動を返上し自らの正義のために動けるソードの役割だ、こう解釈できます。おそらくコビーたちはガープからも海軍が正義の道を外れた時の話を受けているはず。ジジイと赤ん坊が猛獣だらけの島に取り残された。お前は二人しか乗れないボートに乗っている。どうする？自分がボートから降りて二人が助かれば、外れじゃバカたれ。追い先短いジジイは見捨ててよし。第1088話の冒頭では、コビーがガープに弟子入りした後、訓練学校にいた時の様子が描かれており、コビーはこの時に受けたガープの授業の中で、もしもの場合は若者を守るということを学んでいます。そしてこのガープの授業がそのままの意味だけではなく、比喩的な意味だとしたら、皆さんはこうは考えませんでしょうか。二つの正義があって、どちらかを選ばなければならない場合、古い正義を捨てるべき。つまりソードは海軍や政府の自浄作用も目指し作られた組織となり、この後コビーたちは赤犬たち、既存の海軍という古い組織と空白の100年をめぐって対立することを示唆しているんです。ちなみに今回行方不明であったトゥエス・ドレイク隊長が病院にいたことが判明、黒ひげに捕まっていたりしたんじゃないかと不安だったので、ほっと一息といったところです。そしてエッグヘッドでクマやキザル、ベガパンクと一緒にいたことが判明しているドレイクなので、海軍に合流するまでに一体どんな旅路を進んできたのか、そしてドレイク自身の思惑や海軍と対立する先陣を切るのがドレイクになるのか、いろいろと気になるところです。話は変わりますが、皆さん世界最強の剣士って誰だと思います？まず誰もが思い浮かべるのはそうだと明言されているジュラキュール・ミホーク。これからなりそうなのがロロノア・ゾロで、一角落ちるもののワンチャンありそうなのがシリュー。ただしエッグヘッド編の戦いでもう一人世界最強の剣士候補として頭角を現してきた人物がいますよね。そう、五老星が一人、イーザン・バロン・ヴィーナス・ジュロー星。第233話、初登場した時から身の丈ほどありそうな大太刀を構え強そうな雰囲気をずっと出していたナス・ジュロー星ですが、エッグヘッド編での戦績は5人の中でもズバ抜けて高い。馬骨の人獣型に変身したナスジロ星は氷をまとった斬撃でパシフィスタマックス3のほとんど一人で無力化。ラフェイツの巨大な建物を一刀両断したいと、まるでミホークのような異次元の剣技を見せつけます。そんなナスジロ星と対決が期待されているのが、同じくエッグヘッドにいる麦わらの一味の剣豪ゾロ。間もなくエッグヘッドから逃走が完了しそうなので、決着はまたの機会に持ち越しそうですが、ともかくゾロとナスジロ星の運命の人たちが衝突、つばぜり合いが行われましたが、この時2人が同時に感じたのはお互いの刀の波長。ん？
鬼徹といえばゾロの携える3振りの刀のうちの1振りが技物に入れつしている妖刀三大鬼徹、そして二大鬼徹は大技物21項に入れつし、和の国の天狗山鬼徹こと光月すき焼きが生じ、つまり鬼徹一派の刀で所持が分かれないのは最上大技物12項の初代鬼徹です。これこそが那須城瀬が持っている大太刀ではないかとこのチャンネルでも昔から何度も予想してきたんですが、今回ゾロと那須城瀬の打ち合いの反応からほぼ確実に那須城瀬の持っているのが初代鬼徹で確定です。今回の2人の剣豪が直近の展開に影響を及ぼす可能性は低いんですが、ゾロと那須城瀬がお互いを鬼徹の持ち主と認識したことは今後ある展開に大きく作用してくる。それこそが真の世界最強の剣士が誰かについて、これについては後日より詳細な動画を出すのでこうご期待ください。ともあれゾロが那須城瀬の攻撃を一度受け止めたことでサニー号脱出の隙が生まれ、ゾロ、ナミ、ウソップ、チョッパー、ロビン、ブルック、リリス組は脱出に成功しそう。またウォーキル星が鉄の巨人に向かったのでルフィとドリー、ブロギーもですね、巨影海賊団の船グレートエイリーク号に間もなく到着します。サンジ、フランキー、ボニー、アトラスはペガパンク、ステラおよびですねクマと共にすでに乗船しているはずなので、乗船している麦わらの一味およびゲストの分布はこんな感じ。ここにもしかしたらロブルッチ、カーク、ステューシーが身の振り方次第ではサニー号の方に一時的に加わる可能性があります。そしてここで気になるのが今後の進路ですよね。ストレートに考えるなら2隻ともエルバフに向かうはずですが、海軍のバスターコールに追われている状態でおとなしく合流できると思えない。ただエルバフにて重要な鍵となるキャラクターは3人いて、まずそのうち2人はルフィとウソップです。この2人については勇敢なる海の戦士関連およびドリー、ブロギー、ハイルディンとの絆からエルバフ編の中心人物となる可能性が非常に高い。そしてもう1人の重要人物がニコロビン。第1066話、恩人でもあり竜神サウロが実は生存している可能性が匂わされましたが、第1114話でですね後ろ姿ですがサウロがデレシシシと笑う姿が描かれ、もう生存は 100% 確定です。さらにはベガパンクの各階層でエルバフにてオハラの文献を集め隠れ潜んでいることが分かっているので十中八九この後ですねエルバフ編でロビンとサウロの再会が叶うはずし、読者の皆さんもそれを期待している。そして先ほど船に乗った人物の分布に戻るとグレートエリック号にルフィ、サザンのサニー号にウソップとロビンが乗っているので船が別々になってしまうせよ最終目的地はエルバフ、リリースとアトラスが分かれていることからもベガパンクの目標であるエルバフへ2隻が向かうことは確実です。個人的には皆さんこれまでワンピースは2手3手に分かれて島の住人たちとの交流をするのが鉄板なので、エイリク号とサニー号は別々のタイミングでエルバフに上陸し二手に分かれてエルバフの秘密や神話、そして支配している悪者がいる現状を探るパートがまず挟まると予想します。最後に一つメッセージをさせてくれ。世界中に点在している D の名を持つ者たち、お前さんたちの中にもなんとなく予想はしていましたが、ベガパンクの発表は肝心なところで途切れます。この展開は世界の真実の種明かしは今はここまでです、豊田先生からのメッセージ、エルバフかラフテルで手がかりを見つけるまでもの続きが本編でわかることはない。このもに続く言葉が何になるかはしばらく議論されますが、その候補をまずはいくつか挙げたいと思います。予想の前提としてもという頭文字がもとなど漢字やもというカタカナに変わるのかって疑問は皆さんもあると思いますが、一番直近でセリフが中断された例はコブラ王の発言、第1815話で街頭のコマを見ると守りなさいガルルルルル行く世界に旗を掲げという表記になっていて、漢字やひらがな表記はそのままだったので基本的にはもというひらがなから始まる言葉を探した方が良さそうです。そしてものひらがなで始まるのはもし、ももっとなどがありますが、わざわざもで区切っていることからもは続く単語の一部である可能性が高いです。よって単語の一部になれるもの可能性が高いと予想します。ではまず一番先に思いつくもう一人の王でしょうか。二人の王がまた出会う日をクジラたちも喜んでいる。第968話、ロジャーとオデンが聞いた2人の王、そのうち1人は人魚姫で古代兵器ポセイドンであるシラオシであることがほぼ確定してますが、もう1人の王については未だ分かってませんよね。つまりベガパンクの言いかけた言葉がもう1人の王であれば D の名を持つ者たちの中にもう1人の王がいることになります。こうするといろいろなことにつながりますよね。神の天敵というのはつまり偽りの王イム様に対し本物のもう1人の王 D の一族となりますし、イム様が第1085話で己の名の意味も知らぬ抜け殻どもと言っていた意味も王であることを忘れた奴らとなります。この説に基づくと D とは何度もこのチャンネルで考察しているように夜明けを導く者としてのドーンか、あるいはもう一人としてのダブルの略になります。またもう一つの星など月に関係するワードだったらかなり面白い展開になりそう。月といえば扉絵連載エネルのスペース大作戦を思い出します。ルフィに敗北したエネルのその後は扉絵短期連載シリーズのエネルのスペース大作戦にて描かれています。このシリーズでは月にある
える高度な古学文明をエネルが発見したり、謎の壁画で月の人と青い星の歴史をエネルが学んでいる様子が描かれていたり、エネルが月の地下に眠っていた都市を復活させエネル軍団を結成するという話が描かれています。そしてこの短期集中連載シリーズはエネルのスペース大作戦以外でも第35号から始まったバギーの大冒険シリーズ、第236話からのワポルの成金物語、第272話からのエースとルルシア王国のモーダ、第1064話の黒ひげ海賊団のホールケーキアイランド襲撃とですね、多くのシリーズがあるんですが、そこで描かれている多くのキャラが最終章で登場しています。しかし未だ登場していないのが何を隠そうエネル、エネルが降り立った月と太陽の神ニカの関係性、そして扉絵短期連載シリーズは本誌に大きく関わっているという傾向からもエネルが再登場すると思われます。ただ未だに月やエネルの情報は全くなく、本編に影も形も現れていません。つまりベガパンクの言ったモがもう一つの星である月に絡むなら、ここで空白の100年の歴史と月の古代文明がつながり、そこで満を持してエネルが再登場する準備が整うんです。この場合ですね、 D は特定の意味ではなく D の形自体が半月を表し、彼らは月の民の末裔であるということになります。最後に3つ目に挙げたい候補はもう一人の人格、これは逆算による予想ですが、現在のメインキャラであるルフィと黒ひげに共通しているのがもう一人の人格が宿っていそうなこと。ルフィといえば現在覚醒した人々の幻獣種モデルニカには太陽の神ニカの意志が宿っているような伏線が敷かれています。ゾーン系の身には意志が宿る、ましてやこの身には神の中、第1044話の五老星のセリフからもルフィの中には未だ発言していないニカの意志が宿っていると考えているそう。さらに黒ひげにも似たような描写がありました。あいつじゃねえあいつらだ。第225話、ジャヤで黒ひげのことをルフィとゾロはあいつらと感じ取っています。これはこのチャンネルでも何度も考察している黒ひげに複数の人格が宿っている説が予想されますし、これによってルフィと黒ひげには自身の中にもう一人の人格を宿しているという共通点があります。つまり皆さん、ベガパンクがもう一人の人格というような発言をしようとしたなら、ルフィと黒ひげが D の一族の中でも歴史の根幹に関わる最重要の二人ということになるんです。以上、ここまでのもから始まる言葉を作中の伏線を元に予想した候補をまとめると、一つ目にもう一人の王、二つ目にもう一つの星、そして最後に三つ目にもう一つの人格となりますが、こちらについてはまだまだ考察の余地があるので、皆さんぜひともですね、コメント欄にお聞かせいただけたら嬉しいです。